はい、どうも、こんにちは、僕くんゲームでございます。ということでね、稲妻イレブン、前回の続きからやっていきましょう。さあ、このね、なんか途中から割り込んできたね、結構ヤンキーばりのね、髪型をしたこの男の子とね、このマコちゃん、FC 稲妻、KFC 稲妻のね、子たちが喧嘩してるんでね、そこの練習試合、勝ってね、この男の子をね、ちょっとね、懲らしめないといけないですね。急に喧嘩はダメだぜ。ほら、染岡も言ってるぜ、染岡もピンクくんの、ピンク坊主の。行こうか。練習試合で。なんで、もう用がないんだろう。それとも俺たちを試合する気にでもなったのか。もちろんさ、もちろんさ、出前、ほういいだろう。ただし、俺たちが勝ったらお前らからも負け分をいただくぜ。いやー、ケチいねーっていうか、ひどいな。お金持ってくの、この子は。そうだな、グランドは手に入ったし、ここに物質でも建ててもらおうかな。いくらかかるか知らないけどよ。バカなのか、この男は。いいさ、好きにしろ。何があってもお前らの中に負けやしないからな。もうすごいよね、この遠藤、そこに対して突っ込まないっていうね。あんまタッチペンを出せ。もちろんこれ出さなきゃできない。木崎、お世話になります。監督の木崎と申します。はい、みんなのご挨拶は。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ、マコの言う通りだ。さっきまでの態度とは大違いだな。実力を見せてもらうにはちょうどいい相手かもな。にや、ドモンね。ドモンのこれちょっと怖いよ。なんか企んでるよ、この顔は。え、なんか言ったか。いや、なんでもないよ。それより試合を始めようぜ。弱い者いじめはアメリカでも最低なやつのやることだからな。おっと、ドモン、なんかちょっと企んでるっぽいけど大丈夫これ。カサミの、カサミの中ってこと？中学校か。まあ相変わらず総演かと、ご総演か、ご演じて総演かね。総演じて総演かって、なんか総演かとご演じて混じっちゃったけど、ツートップでやってくぜ。カサミの方面は、あー、そういうことか。4-1-4-1-3-2の方面ね。いや、水口の髪型めっちゃ痛いぞこれ、刺さったら多分。ヘディングボール、これ空気破裂しちゃうけどね。まあそんなことはどうでもいいんですが、試合やっていきましょうか。カサミノじゃねえ、誰ださっき。出前ってやつフォワードだね。さっき威勢のよかった。とりあえずやっていこうか。むずいんだよな結構これ。ゴエンジてか、ユニが似すぎてもう誰が誰だか分かんない。ワンツー、いや、ゴエンジいないやないかーい。結構むずいですよねこれ。守備マックス、いや、そっちか。シシッと頼む。いや、うまい勝利。いや、結構こいつらうまいぞ。オッケー、ナイス。やべ、ハンダ止めろ。おっ、頼むよ。始まる。疾風ダッシュ。おい、失敗ばっかじゃんな。何やってんだ君らは。スライディング、頼む、止めろ。オッケー、やばい、失敗がえぐい。失敗が、えい、マックス上げろ。マックス上げておとりにして、ここからのオッケー。ゴーエンジかわせ、倒せ。よし、行こう、もうこれ行こう。ファイアートルネードや、ファイアートルネードやろこれ。ブルーッ、ファイアーボルトドン。これは止めれんだろ。トルネードキャッチ、えい、残念だったね。そんなね、バンダナしてちゃ止めれないぜ。ボールが見えてないようだね。努力の成果だい。まあこんなもんだろ。悪い流れだ。姫島の冷静な分析ね。悪い流れだよこれ。さあどうしてくれ。負けないで、シシド戻る。オッケー、サメか戻れ。お前守備や。ここね、ここのパスコースをゴエンジ読みながらね。ドモン止めろ。よし、クリマス、ナイス。風、壁山いなくねってか。壁山あいつ逃げたんだっけ。おら、ロングシュート、ドラゴントルネードやろ。行くぜゴエンジ、行くぜゴエンジ。染岡の声、ドラゴントルネード、トルネードキャッチか。よしだよ、
やまあまあここら辺はねやっぱねライモンなんでね、強豪なんでライモンはもう帝国に、あの帝国に危険勝ちしたんでね、サポートが間に合わなかった。キーパーのサポートするってことは、あのあいつの名前なんだっけ、出前か。これね、これでねパスカットできる。オッケー、ゴエンジ勝つよ。マックスか、いけ。ゴーエンジ最強かよ、これは決まるっしょ。しかもファイアートルネードのいいところって TP がね、なんか全然使わなくていいっていうところ。トルネードキャッチなんか効きませんよ。はい、うまい。トルネードキャッチってシンプルすぎるな、なんか名前が。いやもうこれ4点ぐらい入るんじゃない。ちょっとね、風丸たちの守備も、ゴエンジね、やばい。ゴエンジもうね、強すぎ。勝利とか。ハンダいけ。風丸の疾風ダッシュ見たくね。いくぜ。疾風ダッシュ、疾風ダッシュ、疾風ダッシュ。かっこいいな、疾風ダッシュ。風丸めっちゃかっこいいな、やっぱ。風丸からの。ハンダも、ハンダ、ハンダ、ナイス。ここ、バイデル。いやーちょっと無理。ちょっときつかったか。染め込み地味に抑えたポジギリギリのとこだったか。やばい、前半余裕。前半余裕のよっちゃん。くそ、なかなかやりやがる。出前のこの髪型ね。上に玉ねぎ乗ってるみたいな。ちょっとちょっと皆さん、言葉遣いが見慣れてますよ。そんなことじゃどこかからブリ戻るのはまだまだ先になっちゃいますからね。はい、すまねえ先生。いや、すまねえです。どっちが正しいですか、言葉遣いだ。すまねえですってやばいでしょ。いろいろ入り混じってるわ、融合してるわ、いろいろ。そういえば、何年か前問題を起こして廃部になったサッカー部があったから、それがこいつら、かさみの中か。もしかして何、暴力事件的な。くそ、どうしだ、俺たちは部として十分通用するはずなのに。いや、通用するはずなのに練習場所がないなんて納得できませんです。言葉遣いなんて面倒だ。こうなったらお前らに勝って自力で部費を稼いでやる。こいつらもサッカーをやりたくて必死なんだな。よし、後半も全力でぶつかり合おう。俺たちだって今ここしか練習場所がないんだからな。まあまあ僕ら負けませんよ、やっぱり。ここで負けたらね、男じゃないってやつよ。止めようか、いけよ、お前のピンク力を見せてやれ、ピンクポーズの。ナイス。ゴーエンジがね、やっぱね、勝つね、守備。頼む。オッケー、3人いんのに勝つぜ。で、シシドをパスして、で、染めようかを裏に抜けます。これ、裏に抜かして、で、ここら辺に、スライディングで取ってね。いけ、ゴーエンジ、頼むよ。オッケー、これで、シシ、染めようか。いやー、ファール、そこ審判取るっていうか、審判どこいる？サメオ勝つよ。よし。どこ蹴ってんの、サメオが。オッケー、ないもん。サメオが、ゴーエンジとワンツーだ。からのダイレクトシュートね。ドラゴンクラッシュ行こうぜ。ほら。ドラゴンクラッシュ！ファイヤーだね、これ。マジでやばいよ、これは。これ1コロだね。オッケー、バンダナマン、ゴー。でー、ゴール、ゴール。染めようか、やばいやばい、脚力すげえ。脚力がやばい、こいつは。見たか、その決まったシュート待った、なんちゃってごめん。どんなキャラなの、どういう意味しかも。なんちゃってごめん、なんちゃってごめんって。ベーシシド、ここ。バイタルケア、ボランチケア、ケア、ケア。ボランチ守備。ハンダ出すぎるな。ナイス。ここで、三角形法則ね。いやー、ずれた。ここ、勝利。いやー、出すぎ、出すぎ。風丸、守備。風丸を裏に抜かせない。裏に抜かせないっておかしい言葉が。はい、勝利、ナイス。勝利は右サイドでチェンジだ。シシドが持つ。で、クリマツを見る。クリマツのワンツーね。あ、こい、ん？あ、勝利をここにやって、ここに出しょ。出しょって。抜けよ、勝利。頼む。ドリブルかわせ。マックス。おっと、マックス、ボロ負けじゃん。
大丈夫。ここすぐクリマツがカバーに入る。どうもね、裏のケアだけ、こいつだけケアしろ。クリマツは戻れ。やばいやばいやばい、エンド頼む。これはもうゴッドハンドしかない。このメガネマンのシュートを決めてくれ、止めてくれ、しっかり止めてくれ。ゴッドハンズ、オッケー、しっかり止めたね。まさか俺のプレイは完璧なはず。水口の仮面ライダー感がすごいんだよな。目のとこが仮面ライダーみたいになって、アイテム出てきますね。結構、まあ、これはサイドに振りましょう。サイドに展開してから中央を向ける。おっと、マックスのとこで結構やられるな。ゴエンジ勝ってくれ。オッケー、マックスからのソミョクが空いている。いやー、おっさいか。結構ギリギリなんじゃないのこれ。中東系まさか審判ギリギリだぜ。寄せろ。オッケー、ファーストタッチを狙い、ボールを受ける前に、オッケー、勝利ナイス。勝利の勝利みたいなね。今滑った。うわー、抜け出し完璧だこれ。からのファイアドレネード、完璧。5点目を持ち込む。でもやばい、エースストライカーの意地ね。無理しよう。オッケー、いやー、なんとかいけてるぜ今。なあ、一気に行くぞ一気に行くぞ一気に行くぞ。まあ、こんなもんだろ。その気まったシュート待った、なんちゃってごめん。全く文の理解ができない。なんちゃってごめん。相手に行ってるのか、あれは。もしかしてこっちに行ってんだな。ここにパスして、ソメヨカタックル、タックラー、タックラー、ソメヨカ。相手の顔やばい、ドラえもんみたいなやつ。ドラえもんではないけど、勝利に勝てよ。いやー、このピン、やばい、これカリフラワーみたいなやつ。強え、カリフラワー。カリフラワー強いね。ゴーエンジがさ、ボランチバレに守備してる、中盤並みに。ハンダいけ、ハンダ。いやー、その、いやー、ファール、ファール。いけ、フリーキック狙えるぜ。これ、ここにゴーエンジ置いて、オフサイドラインギリギリね。オッケー、ナイス。試合終了のタイミングやばいけどね。なかなかのタイミングで審判終わったよ。シャルじゃないの、シャルや。うーくそ、俺たちの負けだ。約束だ、もうここには来れ。待てよ、やり方は好きじゃないけど、お前らもサッカーが好きなだけだったんだろ。これからもここで一緒にサッカーしようぜ。やあ、いいのか、こんなことした俺たちと練習なんて。ああ、気にするなよ。サッカーグラウンドの上ではサッカーを愛する奴はみんな生かだろ、生か。うっ、すまねえな、頑張って早くカサミのサッカー部を復活させてやるぞ。ほーら、また言葉が乱れてる。きちんとしないと部の復活なんて夢のまた夢ですからね。いやー、いいね、やっぱサッカー好きな奴に悪い奴はいないぜ。コイルターン、ジンのコイルターンってどんな奴だったっけな、もう忘れちゃった。お兄ちゃん、ありがとう。これでまた明日から安心して練習できるね。ああ、よかったな。あれ、ゴエンジ、どこに行くんだ。悪いけど、俺はちょっと用事があるんだ。先に帰らせてもらうぜ。あ、どちらまで、俺も一緒に行っていいっすか。ファンだが知らねえが、つきまどのやめてくれないか。どうも。おっと、そんなつもりは。ゴエンジ、こういう時いつもどこに行ってるんだろうな。時々ライモンから。裏門から、ライモンじゃねえ、裏門から帰ってるみたいだし。裏門か、あっちは病院ぐらいしかないけど。まさか、あいつもしかしてどこか悪いのか。病院、うん、なるほど、そういうこと。いやいや、さすがゴエンジさん、あれが元 S の余裕ってやつなんですかね。じゃあ皆さん、俺もここで転校したばっかりでちょっと疲れちゃったんでね。すげえ帰り方だな。これ遠藤どんなやつ、なんか怪しくないか。なんか探ってる感じっていうか。そうか、俺は何も感じなかったけどな。でもあいつのサッカーはきっと本物さ。見ただろ、あいつのボールさばき。あれはサッカーが本当に好きなんじゃないとできないさ。いや、どうも一回も触ってない、さっきの練習試合。一回もさっきの練習試合触ってないのに、エンド分かったのか。あいつのボールさばきって何のこと言ってるんだ。そうかな。ま
まあ、ここで話していても仕方がないから、遠藤は理解力が低いからねって点々点に入ってんのかなと思います。風丸の中には。そろそろ部室に戻ろうぜ。ここで話しても仕方がない。お、あんたは。君ちょっといいから、この辺りで子供にサッカーを教えてるやつがいるって聞いたんだが知らないかね。ああ、相田さんのことかな。俺たちもドラゴンクラッシュ教わったし。な、なに？ドラゴンクラッシュ。遠藤、早く行こうね。遠藤？遠藤だと、君の名は希望じゃねえ。君の名は、君の名はってなんだ。あ、映画か。あれ、君の名は希望はあれか、なんか歌だな。なんか君の名は遠藤というのか。ええ、なるほどなるほどな、なるほどなるほどなるほどな、こいつは面白くなってきやがったぜ。こいつ誰だ、さっきからこのテンションで。このハテナ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 のおっさんはなんか鍵を握ってますね、絶対に。なんだあいつ、あいつ呼ばれしてっから。もうあの人は気になるけど、ということでね、一旦ね、なんかね、おっさんも来て練習試合もやってね、いろんなことあったんで、ダッドボンも怪しくてね、いろいろあったんですけど、ちょっととりあえずこの辺で動画終わってね、また次回やっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。